882ダッシュなしペアに、XW スカルボート競技は、ローイング、想定、探偵、競争とも呼び、座席が前後に動き、オールを使って、脚力で進む船でレースをする競技である。ボート競技が、盛んに行われている地域は発祥の地である。欧米諸国である。日本では、学生や実業団の競技が主流である。交通や、 戦争の手段として考えると、ボートは古代にまでその歴史を遡ることができる。その頃からスポーツとしての性格は現れてきていたようで、紀元前1430年のエジプトのある碑文には、アメンホテプ2世はボート選手としての功績も有名であったと記録されている。近代ボート競技の始まりは1716年にロンドンで行われただこと エスコートバッジレースと言われているが、14世紀にゴンドラを使ったレースがベネツィアで行われたという記録もある。オリンピックにも第1回アテネ大会、第21回モントリオール大会から採用されており、歴史は古い。日本に輸入されてきたのは1866年で、横浜山下町に外人ボートクラブが創立されたのが始まりと言われている。 メディアを再生する水上で、ボートに乗って、ある一定の距離をオールを使って、小技順位を競う。ルールは単純であるが、競技の特性上自然条件、天候などに大きく左右されやすく、奥が深い。競技大会は、レガッタとも言う。レガッタは、ヨットなど、水上スポーツ大会を指す言葉としても用いられ、語源は、ゴンドラの競争に由来する。ボートには、様々な種類がある。 大きく分けて、大きいオールを一人一本持ってこぐ、スイープ種目と、小さいオールを一人二本持ってこぐ、スカル種目の二つがある。一般に、同じ総種数の低の場合、スイープより、スカルの方が高速。また、体重によって、軽量級とオープン種目に分かれる。蒸気で、は、ダッシュ付き種目、は、ダッシュなし種目、バツはスカル種目を指す。 国際大会では2000メートルに適競われる。日本国内では1000メートルでのレースも多いが、これは直線距離2000メートルを河川湖で確保することが困難であることが事情として挙げられる。また、国内で最も有名な総計レガッタは3000メートルで行われているが、コースは自然の河川を利用して行われており、ヘッドレースと呼ばれている。クルートはいわゆるチームのことである。 またチームの中で使う場合は、選手一人数とを指す。ここでは、校舎の使い方をする。複数の選手をまとめて呼ぶこともある。ボート競技には、以下のような用具が不可欠である。競技用の艇は公園にある、手漕ぎボート等に比べて、かなり細く、長い。このような艇は、シェル艇と呼ばれる。ただしナックル艇と区別する必要がある時以外は、 わざわざシェルテイと呼ぶことは少ない。速度が出る反面、ナックルテイに比べて安定性が悪く、特に一番安定性が悪いシングルスカルはバランスを崩すと容易にチンに至る。テイの種類は大まかにで分けられる。総種の数が2、4人のテイはリガーを付け替えることによってスイープ種目とスカル種目の両方に使用できる構造のものが多い。日本独自に生まれたテイとして、 ナックルテイがある。これは船底が公園などの手こぎボートに近い角張った形をしており、シェルテイに比べて速度が出ない反面安定性が高い。一般的には初心者の練習用に使用される。ナックルテイはシェルテイに比べて格段に重いため運搬にはクルー以外の補助を必要とする。なお、 種目ごとに最低重量の基準が設けられている。競技用のオールは、スカル用は3メートル弱、スイープ用は3メートル70センチ強の長さで50センチメートル程度のブレードを持つ。ブレード形状は左右非対称のビッグブレード型が一般的。スカル競技のオールは、スイープ競技のものに比べて短く、ブレードも小さい。現在、 日本国内唯一の製造メーカーは、クワの造船株式会社。ボート関連用具の販売店は次の通り、オリンピックボート競技、世界ボート選手権参照、それぞれ開催されている種目の数が違う。ボート界ではオリンピックに重きが置かれていることが多い。欧米諸国に比べると知名度が低く競技人口も少ない日本のボート競技であるが、テレビ番組などで メディア露出の機会は増えてきており、徐々に認知度は上がってきている。2005年8月には、岐阜県の長良川国際レガッタコースでアジア初の世界選手権が開催された。豊富な練習時間と多くの部員に恵まれる大学のボート会は、日本のボートを牽引する存在である。多くの大学の部員は合宿所を併設した帝国で生活し、 始業時間前の早朝と授業後の夕方に練習する。毎年と打想定上で開催されている全日本級の大会には全国各地から多くの大学が参加する。8月の全日本大学選手権には約80校の大学がエントリーしている。大学間の対抗戦の歴史は古く代表的なものでは、早稲田大学と慶応義塾大学の対抗試合である総レガッタがあり、 隅田川の春の風物詩としても有名である。毎年4月下旬に開催される東京大学と一橋大学の対抗試合の東証レガッタは2018年に第70回を迎えた伝統的なレガッタであり、2009年から2018年現在に至るまで一橋大学が10連勝中である。日本大学、明治大学、立教大学の日立名3大学レガッタも、 有名である。1991年から4月29日にちなんで、グリーンレガッタと呼ばれる、中央大学、日本体育大学、法政大学、東京経済大学の4大学対抗戦が、戸田想定上で、毎年実施されている。名古屋大学と大阪大学の対抗戦である、名阪戦も歴史あるレガッタであり、各年に分かれて中川運河と浜寺想定上で、実施されている。 1974年に第1回目の全日本大学選手権大会が開催された。1980年代半ばまでは大規模で資金力のある大学が優勢であった。中でも東京大学は男子8種目でインカレ連覇、全日本選手権4連覇といった輝かしい成績を残した。その東大の全日本選手権の連勝記録を百八十七年に止めたのが 中央大学であり、2000年代初期に至るまで黄金期を築いた。中央大学の男子、A、とは、1983年の全日本大学選手権及び全日本選手権の初優勝以来、全日本選手権の優勝が5回、そして全日本大学選手権での優勝は4連覇、3連覇を含む13回を数えた。この時期に、中央大学を含む私立大学は、 高校ボート経験者をスポーツ推薦で獲得して強化を進め、国公立大学との間に実力の差を拡大させていった。2000年代に入ると日本大学が中央大学を抑えて対等した。日本大学は高校ボートの最上位層をスポーツ推薦で獲得し、優秀な指導者のもとで選手の強化を進め、現在では大学ボート界の中で最強チームとなった。 早稲田大学は豊富な資金、積極的な広報活動、入試制度の多様化、スポーツ科学部の新設を行い、2015年には男子エイトで優勝するなど大学冒特使士の強豪校となっている。慶応義塾大学は付属高校大学と一貫した指導体制を指揮、2003年に男子エイトで優勝している。2002年に創部した仙台大学は高校冒頭経験者を 毎年数多く獲得し、浅い歴史ながらも強豪校に急成長した。練習メニューを各自で考えるなど自主性を重んじる、伝統校の明治大学もスポーツ推薦の強化で、屈指の強豪校となった。少数生の私立大学の活躍が目立つ中で、最近では大所帯で資金力のある一部の国立大学が、私立大学をしのぐ躍進を見せている。代表例は、 一つ橋大学であり、2009年以降インカレの男子ト種目で決勝の常連校であり、2018年現在に至るまで準優勝3回、男子ダッシュなしペアでは3度の優勝といった好成績を収めている。中学校に設置されているボート部が少ないので、競技を始める段階での選手間の実力差は少ないと言える。そのため優秀な指導者の存在が実力を大きく、 左右する。主要な大会は、全国高等学校総合体育大会や、全国高等学校選抜ボート大会、国民体育大会の3つである。距離は、インターハイと国体が1000メートル、全国選抜が2000メートルである。2000メートルレースが、国際基準のボート競技で1000メートルレースが実施される背景には、静水直線2000メートルを取れるボートコースがほとんど、 ない日本の国土事情がある。2001年からは、競技からスイープ種木が消え、脱出機クオドレップル、ダブルスカル、シングルスカルの3つのスカル種目となった。川、湖、ダム等の中に作られたものがある一方、人工のものもある。ありがとうございます。